トルネオは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していたセダン型の乗用車である。6代目アコードの姉妹車で、アスコット、ラファーガの統合後継車に位置づけられる。ラインナップは4ドアセダンのみで、アコードとは、フロントグリル、ヘッドライト周りと、テールライト周りが異なる。当時としては、珍しい HID ヘッドライトを、廉価グレードを除く全車に、標準装備していた。また、アコードが、いすゞ自動車に4代目アスカとして、OEM 供給されていた経緯から、アコード、アスカと共に、3兄弟車となったこともあった。直列4気筒エンジンを横置きに搭載した FF4WD レイアウトを採用し、エンジンは、20バイト型再チェシーVTEC 2.0 リットルと、同形式の DOHC VTEC、18バイト型再チェシーVTEC 1.8 リットルが搭載された。後に追加されたトルネオユーロ R には、H22 アンペア型 DOHC VTEC 2.2 リットルが搭載された。発売当初は、姉妹車のアコードよりも日本人好みのデザインで、ベルの店、プリモ店の2チャンネル販売であったことから、クリオ店のみの扱いだった、アコード以上の販売台数を記録したこともあったが、時を経るごとにネームバリューのなさから常にアコードの販売台数を下回り、2002年にアコードがフルモデルチェンジで3ナンバー化することと、セダン需要の低迷から販売力をアコードのみに集約するため廃止となった。トルネオ廃止以後アコードは2006年に、ホンダカーズ全店扱いとなり、プリモ店、ベルの店での4年間の空白を埋めるようになった。ツーリング、ネオによる造語。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第55号13ページより、アコードファクトブック。ありがとうございます。